そうそう、うん、何やんの、ね、そんなのが何もしないって当たり前じゃないですか。喋るところでさ、たまに、はい、ありがとうございます。このような素敵な空間初めて来ましたですね。まさかアンコールさっきまでド S の、はい、さっきまでド S のラジオエチオピアさんのド S ド S 急に謙虚名前ミキさんを見直したという感じで、いやもちろんありがとう、どうしようかね、なんかあるのかな、シャンゴーの歌か、シャンゴーの歌をやりましょうか。シャンゴっていうのはですね、聞いてる？ブラジルの土着の神様と雷の神様っていうのがあるんですが、でその雷の神様に捧げる歌なので、そんな感じでよく聞いて入るんだよ。それではアンコールは、シャンゴの歌というブラジルの、民謡のような曲です。MC 最高。サディスティックな MC。 Thank you.
ここ視聴室ですね、こちらの、本日の、まあねまあ、主役ともいえる直江美希さんを、ちょっとメンバーにお迎えしまして汚い、私トランペットと、直江美希さん汚いスティーブないもっと言って素晴らしいカタリストをお二人をお迎えしまして、
あ、ボルブルボルブボリューム2というイベントを行います、ノイズとメロディーの、境界線を探ろうという、主に国内イベントでございます。皆さん